神、そしてその先へ。俺は常に強さの先にあるものを求めている。どうもジャミーです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。スワップルールですね。さあ開幕程度からスタートしていく。今の、開幕プヨ側の、まあ、数秒見れる間で、まず、ネクストネクネク見て、開幕2手前消しがあるかどうかをまず見ましょう。今のは、2手前消しなかったんで、これはおそらくだけど、お互いまあ、テトリス仕込みをするんじゃないかな。2手前消しある場合は、その、テトリス、コンボじゃなくて即打ちするんだけどね。さあ、ここ重要。今のエルミノをちょっと待った理由っていうのは、2発仕込みするためですね。だいたい秒数的には、2.5 秒ぐらいかな。で、エルミノ落下させて、さらにオーミノも落下させて、2発仕込みと。これをすることによって、相手のプヨ側のツモ数を減らせるので、2発仕込みなんですね。で、それを活かした速攻のサンダーブが刺さっていく。まあね、こういうところっすよね、やっぱりね。まあ、スワップ戦術をもう極めてるという、ああいった感じなんじゃないですかね。でね、速攻のサンダブを刺して、勝っていく。さあ、今回は、相手が中開け組んでるぞ。それに対して、こちら開幕 TSD 連打。TSD からバックトゥバック付きの TS ピンダブル連打だが、相手どこに繋がる ?Z ミノ、S ミノ、Z ミノ、J ミノ、I ミノ、L ミノまでか。強いな。あ、ギリギリ受けられて、スミノでコンボつけるけど、5個振った上に、相手エルミノの1ライン消しだけど、連が繋がってるんで、結構振るぞ。しかもコンボつけて、2段強振ったか。そこに、やり返されていく。コンボ付きの、3ダブだったかな ?3 レースだったかなを打たれて刺していく。これはもう完全に同じことをされましたね。一歩目の、こちらの勝ち方とほぼ全く同じ勝ち方をされていた。まあ、二発仕込みはしてなかったけど、実質二発仕込みになってたんだね。テトリスの火力が高すぎて、プヨ側に5個振ってしまったので、実質二発仕込みになって、ほぼ同じ勝ち方をされてしまいましたね。今回はテトスタートで、今回もテトスタートでテトリス打っていく。さあ、相手だいぶ大きめしてるんで、テトリス打って2発って刺さってしまう。これはスワップしませんでしたね。スワップルールだけどスワップしなかった。毎回。まあ、そういう時もあるんでね。まあ、今の2発テトリス連続で打った理由っていうのもあって、仕込み、てか、プヨ側に切り替わってから打つと、実は火力が軽減されちゃうんですよね。テトリス側でそのまとめ打ちで送ることによって、プヨ側の火力が、上がるんですよね。ちょっと説明しづらいんだけど、例えば、テトリスを打って、プヨ側に切り替わってからもう一回テトリス打つのと、テトリス側の地形の時に、テトリス2連発打って、プヨ側にその火力が切り替わるのっていうのは、一気に打っていった方が火力が高いので、なので、まとめ打ちしたって感じですかね。とは言っても、まあ、結局、プヨ側に切り替わずに刺さったんで、まあ、関係なかったんですけどね。まあ、そういう細かいところも実はあると。さあ、今回は、どうだっただろう。連鎖数っていうか、まあ、連鎖数はこちらの方がでかかったけども、テトリス側で受けられたんで、これは五分でしょう。お互いテトリスしかし、こちらもう一回その、T スピンダブルからのテトリスに2発仕込みなんで、仕込み的には有利ですね。さあ、埋まったとこに、コンボ付きの2連鎖がうまく刺さっていく。まあ次のテトリスもこれ用意できていたし、どうだったかな。まあ戦況的にはちょっとだけ有利だったけど、そのままやはり2発仕込みが影響したって感じですかね。T スピンダブルで、相手のピョーのツモ数をちょっと減らしてからの、バックトゥバック付きのテトリスだったんで、そこにまあうまく、短い2連鎖の攻撃で、完全に埋めたって感じですかね。まあ、これは比較的良かったんじゃないかな。2発仕込みをメインにできていた試合だったんで、このセットは。これは非常に良かったと思います。じゃあもう一つ見ていきましょう。本当にね、スワップルールにおける2発仕込みっていうのはもう、極めるだけでも全然違いますからね。本当に違う。ただ単にコンボつけるだけと、2発仕込むってだけではもう圧倒的に有利不利が明確に差がつくんで。あ、しっかりそのタイミングを覚えようということですね。さあ、今回もテトスタートで、
テトリスを、バックトゥバック付きテトリスの攻撃を、バックトゥバック付きテトリスの攻撃で相殺される。さあ、できれば2発仕込みしたいところだが、今回はテトリスだけで妥協っすね。相手もテトリスだけだが、下穴的にはこちらの方が有利。だいぶ直通できてて、相手は穴バレなんで、これは有利ですね。しかし、しっかりプヨ側で立ち回れないと圧倒的に。これ、どうだ、ちょっと。相手が、青、紫、結構入ってますね。何連鎖ぐらいあるんだろう。緑まで入っていないか。青、紫、同時消しの、あ、いや、緑まで入ってるか。7連鎖。こちら5ダメだったかな。削って、おっと、刺さってしまう。どうだっただろう、今の。T ミノで1ライン削れば、ワンチャン、耐えれてたかな？どうだっただろう？ちょっとライン計算ミスってしまいましたね、これ。受けてから、あいみので耐えられると思ったんだけど、ぴったり刺さったかな、多分。ちょっとライン計算が、できてなくて、これは刺さってしまった。もしかしたら、ティミノで削ってたら耐えれたかもしれないんで、ここはまあ、反省点ですね。と言ってる間に、相手中開け組んでいたが、今度はあまり繋がらず。あ、サープルってその、ネクスト2つしか見えないんで。しかし、T スピンダブル、テトリス間に合わせていく。てっきりもうこれ圧倒的有利になるかと思いきや、しっかり T スピンダブルからのテトリスで間に合わせてきて、まあ、明確な有利不利はついてないですね。テトリスの地形で今若干有利だけど、ちょっと俺、プヨ側単発、てか、茨打ってなんか、ミスったのかな？置きミスしたのか、ちょっとグダってるぞ。さあ、2連鎖で返していくが、相手発火点緑で高いんで問題ないでしょう。さあ、これは紫薬科で、一応5連鎖はあるけど、圧倒的連鎖数は負けてそうだぞ。しっかりテトリス側の地形の有利を生かしていきたい。と思ったけど、相手も6連鎖しかなかったか、今。意外にプヨロ的にはもっと、普通に8連9連ぐらいありそうな感じだったが、あまりまあ連鎖日入ってなかったですね。さあ、これは、相手があんまり入ってなかったんで、しっかりテトリス側の有利を生かしていき、なんとか耐えてって、こちらテトリス仕込みに対し、相手3ライン仕込みなんで、これは有利かな。しかし、プヨ量で圧倒的不利か。しかし、まあ、3連鎖だったんで、こちらコンボ付きの4連鎖で返す。それに対し、連結の3連鎖でさらに返していく。五分ですかね。ちょい有利ぐらい。プヨ量でちょい有利かな。穴バラ的にも、どちらも結構いっているので。ちょい有利ぐらいだが、まだまだ、全然、ね、続きそうですね。テトリスって、おっと、しかし刺さっていくか。ティスフィンの地形作ってたけど、ゼットミノで、屋根作ってティスフィンだったね、ちょっと遠かったのかな。置きミスしてたっていうのもあったかもしれないけど、ちょっとあまり見てなかったですね。自分の地形ばっか見てた、で、あまり見てなかったけど、結果的には、こちらの攻撃がそのまま刺されていきましたね。さあ、DD 放って、一回削ってから、テトリスで仕込み入れたいところ、テトリス総裁当てていき、本当は二発仕込み、おっとエルミの置きミスしてしまった、さらに、ちょっとミスが多発して、しかもアイミノのコンボ間に合わなかったですね。これは圧倒的不利。仕込み入ってるか入ってないからもう全然違うんで。豆腐の仕込みがね、入ってるか入ってないから全然違うんでね。これは一応受けられてるけど、どうだろう。緑発火で、一応繋がっている。それに対して相手黄色発火で、紫発火まで伸ばすか。伸ばしてって、しかし妥協して、緑、一応引けてるけど、どうだろう、これ。相手が、8連鎖ある。テトリスでうまく掘っていきたいところだが、ちょっと掘りのルートあんまりなさそうですね、これ。どうだろう。大海の絶対、ゼットミノで、いや、アイミノで消してから、一回受けてからエスミノでコンボかな。さあ、相手、連の構えしている。一回受けてコンボで、ミドルハッカーで、どうだ、これ。コンボついてるね。一応帰るかな。紫、緑。いや、しかし、同時消しになったけど、帰る。コンボ付きの、おっと、荒ぶっている。ちょっと、これは悔しそうですね、相手。5通りで止まっていた。ちょっと、これは、自分でも予想外だったが、まあ、コンボは5連鎖までつくんで。きっちり5通りでまとめられたのが、あえて短くなってて、それが刺さった感じですかね。まあ、逆にその連鎖が長かったら、相手にしっかり延命されてコンボつけられて、コンボ連が待っていたので、
逆に長かったら危なかったのかもしれん。さあ、まあ、できれば受けたかったけどね、その、スワップルールって、直列が来やすいルールなんで、受けられる範囲では、できるだけ受ける方がいいという、あれはあるんですよね。さあ、テトリス2連発打ちたかったけど、相手がまあ仕込みないんで、これは圧倒的有利。なぜだか知らないけど、その、ね、スワップルールっていうのは、結構、前から言ってるけど、なぜか直列が多いです。なんで、受けられるとこは受けようということですね。さあ、こちら先ほど言ったようで、相手が、青ハッカー。青入れて、青ハッカー。青で、お、ん?今のはどうだったんだろう。赤、青で発火できそうだったけど、逆に置いたのかな、多分。5列、4列目と5列目に置いた赤、青がおそらく逆置きして、発火したと、勘違いして、そのまま落下して3列目埋めちゃったって感じですかね、これは。まあ、仮にその、発火できてなかったとしても、こちらまあ、5連鎖ダブルで止まっていたんで、テトリス側で受けられる地形だったんで、まあ、多分だけど、推測だけど、発火ミスで、あれ発火してねえと思って焦って、そのまま落下させて刺さっちゃったって感じですかね。まあ、勘違いはまあ、あるんでしょうがないけど、これはね、まあ、こういうね、見えてるか見えてないかももう自分の実力だと思うんで、まあ、そういうとこはしょうがないっすね。仮に、あ、発火ミスったって思ってすぐに判断できれば、まあ、5ダブルでこちら止まっていたんで、テトリス側で受け切れれば、有利になっていましたからね、これ、相手側が。あそこら辺も、しっかり、まあ、自陣把握力ですよね。自陣把握をしっかり、できてるかできてないかといったところですかね。はい、じゃあまあ、こんな感じで、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。